こんにちは。今日は、できる人は裏技を使っている件、お話ししていきます。さて、裏技っていうと、魔法とかチートとか <laughs>、そんなイメージありますよね。今回はそういうことではありません。えー、皆さんが使える裏技を、えー、お話ししていきましょう。さて、Facebook 先ほどアップしてみました。読んでいきます。できる人は裏技を使っている件、 同じことをしても差が出ることを経験して自分には向いていないと諦めてしまうこのパターンを経験した人手を挙げて <laughs> さて今回はできる人には理由がある件についてお話しますそんなに難しいことではないのです実はできる人には裏技を使う習慣があるのですえー、裏技なんて使えないと思った人 裏技,裏技とはゲームでいう魔法やチートではありません単純に経験を積み上げて分析し法則を見つけ攻略するという習慣を持っているのですつまり今していることの規則規則性を常に探ろうとしその規則を利用して早く行動できるパターンを作る習慣とも言えます これは単純なゲームをすするとわかります自分が考えて攻略しようとする性格なのか暇つぶしで何も考えずに関わる性格なのか自分の性格を思い出してください興味があれば何でも取り組みますよとあちこちから心の声が聞こえてきますね今回お話ししているのは 習慣としてどんな行動がより効果を発揮するのかという方法論です。興味があれば良くなり、興味がなければ下手であるということは関係ありません。習慣として何でもパターンを見出して、法則性を自分のものとし、より簡単な方法へと組み立て直す習慣こそ、 初めに述べた裏技となりますこんなこと考えたこともない。バラバラと心の声が聞こえますが、視点を持つことで人は変わります。あなたも裏技を駆使して、ちょろっと攻略できる分野を広げていきましょう。まとめ、できる人は法則を探す癖がある。これは視点さえ持てば、誰にでも身につく方法論である。 はい、今回このテーマでいきます。さて、とても簡単にお話し,しました。いとも簡単にできそうなことを言いました。え、できるってやできるんですよ。誰にでもできることなんですね。えー、子供でも幼児でもできます。法則性っていうのは、これ視点に過ぎないんですね。どんな法則性があるのかなっていう考え、これを持ってるか持ってないか、たったこの一つに過ぎます。 えー、途中で簡単なゲームをすると分かりますよって書きましたよね私お友達とナメコデラックスやってるんですよでナメコってナメコを集めるとポイントというか、まあ、お金というかナメコポイントもらえるんですねで同じような時に始めて一緒にやり続けてただいま私28万ナメコポイントあってお友達は5万ポイントぐらいなわけですよね この差は何ってゲームに熱中する時間じゃないとか集中する時間じゃないとかまあ、言いそうなんですけどそうではなく何をするとよりなめこポイントたくさんもらえるかなってやっぱり観察するわけですよ一回やったその手を動かした時間を費やしたものがより効果的な方法っていうのを常にやっぱ探すんですよ私 私もともと健康ではない人で一人より弱く人と同じことはできずと他の人のように体力はなく、えー、やはりどうやったら人に追いつけるかな、えー、自分を伸ばすことができるかなって常に考えてるんですねこれは自分の欠点があったからこそ自分をこう変えてきた あの何も考えずに行動できなかった何も考えないと置いてがれて、えーえー、みんなどこみたいな教室あれみんないないけどどうしたのみたいなことになってしまう事態だったわけですよねのんびり屋さんでもうほんとにあのぼーっとしている子だったので <laughs> だから一生懸命追いつこうとした結果の産物なんですがだからこそ誰でもできるんだということを知っています。 小さい子たち見てても何かこう法則性があるんじゃないあ,るあの子たちはあの法則性があるんじゃないかと思って行動してるわけじゃなくてやってるうちに法則性を見つけていくんですよねこう物を落とした時にそのものが跳ねてって届かないところに行くボールなんかを落とすとそうなりますよねでも重いも,重いものというか跳ねないものを落とすとポトンとそのすぐ下に落ちるわけですよまたそれを拾ってポトンと落とすわけですよね だからあこれはあのどっかに行ってしまうあこれはどこにも行かないすぐ手の届くところに落ちるというようなことを感覚で理解しているわけですだからあなたも視点を持って何か簡単にできる方法ないのかな自分に必要なことを引き寄せることはできないかな習慣として分析分析っていうよりも同じパターンを見つけるっていうことなんですよ 同じパターンを見つける習慣があれば、の同じパターンをどうやって使うかを考えればいいだけなんです。さっきのお話ししたナメコに関しては、1980ナメコポイントなるものを投資して、これ、すごく大きな金額なんですよ。初期に5000ポイントぐらいしかないのに、1980ポイントも投資したら、3000ポイントしかなくなっちゃうんですから。 でも1980ポイントなめこポイントを投資すると純金なめこができて1万ポイントとかもうまくするとボボボンンンって出て出くるんですよ。これを知ると純金の薬を買ってポン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 投入してボン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 こうなめこポイント上げていくみたいなねこれを発見してあの薬を使ってやる。 で、G のお願いっていうのがあって、そのお願いをはじめやると、たくさんこうポイントもらえると思ったんですが、思った以上にまたこれをクリアするのが大変。だから、もっと無心でただただ、こう、ナメコを取っていればいいんだなということに気がついて、えー、それまで10万ポイントしかいかなかったのが、もう今28まで、28番まで上がったわけですよね。で、こういうのって、見たもの自分なんで、<laughs> 金運にも跳ね返ります。だから、 バカにしたもものでもなくやっぱりゲームの中でお金が増える人ってお金持ってるわけですよねゲームの中でお金増えない人ってやっぱりお金がちょっと周りが悪いわけですよなので自分の生活を変えようと思ったらえ見るもの自分っていうのがすっごく重要なあのキーワードで見たものは自分に反映するわけですよねだから あなたがそのパターンを作り出して簡単に物事をしてトントントンとこうクリアできる人を見れば動画でも探し、そういう人を探してもいいですよね。あの何か自分の知り合いでもいいですよね。先輩でもいいですよね。職場にいるかもしれない。そういう人を見ることによってあなた自身に習慣が宿ります。あ、違うのなんで救急車 <laughs> これは違うのちょっと飛んじゃった感じですかね。すいません。えっと 今ちょっと修正しますえ。パターンを作る習慣を作ろうというのが今回のテーマなわけですよね。救急車と乗っていきました、えー。これが正しい。だから、見るものを自分ちょっとあの他の動画にあげます。えー、見るものを自分はちょっと置いてください。まず自分のパターンを作ろう。えー、これは何をしててもいいです。仕事をしていてこれパターンになってるなと。朝は仕事職場に行って。 で自分は何々をして何を何をして何々をして何々をするっていう行動パターンってあると思うんですよ。そのパターンの中にいつもこの辺で誰かが声をかけてくるなとかいつもこの辺で何々さんが何とかって言ってくるなとかいつもこの辺でこういうこと言われて嫌な思いするなとかいうパターンを見つけて嫌なものを排除していく嫌なことを排除することによって自分はもっと楽に仕事ができるという意味でもあります。 例えば、えー、肉体、肉体労働っていうほどじゃないですけど、まあ、あの、友達がアマゾンで働いてますが、夕方になるとやっぱりね、疲れてきちゃうわけですよね。この時に、じゃあ何が体力的に問題だったのかっていうのをよく私たち話し合うんですが、糖が足りないのか、塩が足りないのかってね、夏場はやっぱり汗をかくので塩分も必要なんですよね。アマゾン塩飴く配ってるらしく、水と塩飴くれるらしいですよ。だから、 ちゃんとそれをねあのもらったものを夕方までに舐めてあの水も飲んでというねことをすればやはり体力が持つわけです体力が持つと自分を非難する心もなくなるし自分を逆に褒めてあげられるし満足もするわけですよねこれがあのうまくその体力が続かなくて 嫌になっててしまうと自分を責めてもうやめようかなどうしようかなっていう悩みになっていってしまうわけですだからパターンをちゃんと知るっていうことは自分の一生に関わってくることですよね否定しなくなる自分の劣等感がなくなっていく減っていく自分を責める必要がない満足する気持ちがやってくる 自分を褒めることができる。自分をプラスに押し上げる力でもあるわけですよね。何かができるようになるっていうのはすごく大事です。達成感もあるし、えー、満たされもします。だから、なんとなくね、なんとなく過ごしてる人っていないんですよ。でも、なんとなく過ごしてるんですよね。 見ていてもっとこうすればいいのになってこういうことができればもっとこの人こういうところが良くなるのになってついお世界で見てしまうんですがそうですね例えばちょっと自分のやってる仕事に関するその動画を上げてる人とかあの本を書いてる人をちょろちょろっと見るわけですよそうすると自分の知らない視点を教えてくれるわけですよね。 あのパターンを見つけられないのであればパターンを見つけてもその自分のスキルが上がらないのであれば、えっと、ちょっと自分と同じようなことをしている人からヒントをもらうというのもありますよね。あとはその自分に足りないものはた体力だったらその休みの日に体力をどうするか毎日ストレッチしてあの何か自分にプラス要素を持っていくかとかねあのタンパク質をしっかり食べてプラス要素を足そうとかね 何かパターン化して考えると、あなた自身が脳が疲れない、ね。楽になる。考えなくて済む。ということを考えると、早く自分の今やっていることをパターン化する。パターンを見出す習慣を持つ。ということで、楽になっていくと思います。え今日はここまで。またねー。